ガベさん、社長がなんか呼んでましたよ。今ですか？はい、なんか岡部こうやって呼んできてって言われました。呼んで？何かやらかしたっすか、岡部さん。またまた、まあ、確かにまたわかんない、うん、います。なんか言うことあるらしいじゃん。言うことですか？あるよ、もちろん話しとったよ。だから俺言うことあるじゃない。もう聞いたよ、お前聞いてよ、調子に言うなんじゃないのか。いいんだな、じゃあ。じゃあ僕から言わせて。いいよ、カブさんできます。それなんか動画でやったら問題が取ったよな。ちな子がおるみたいな感じでな。俺確か紐取ったの。なんでなんでなんで聞きたい。でみんな知ったの。俺は全員知ったの。知ったの。リーじゃん、リーじゃん、知ったの。今日話してきた。ケンちゃんが太鼓にあったのや。最初に言った方がいい。どこの棒入ってなかったよ。僕には話しもんかったっすね、やっぱり。あ、やっぱり僕の方が。いや、だって僕お前、あ、そうなの。やっぱお前、なんかこの前リュージとして一歩だ。やばいっすね。あ、何何も話しもんすもん。でも、昨日行ってねえの。え、あ、ショルマ行った。いや、まだ、あ、言いました。言ってねえだろ、お前。今から聞いたんだよ。何何何、俺も聞いたよ、直接。僕は、まだ朝遅刻してきたんで。うん。お前、昨日何やってたの。うん、あ、遅刻したもんね、この動画で。あ、そうそうそう、朝。お前、これで遅刻したのか。まだ丸めて何やってんじゃん、今の。販売会社か、この間。はい。いやいや、こいつお前、警察沙汰じゃん。あれ、もう動画にやってる、これ。まだやってない。で、それで罰金をバーン出しちゃってるだろ、お前は。これやってくれ。その1日後ぐらい金借りてきたから。なんかごちゃ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 、理由って言うよ。俺もそう、もうどうでもいいじゃん、理由なんか。あ、お前よ、分かった、いくらだ。3万ですか、前よ、3万だろ、はい、書いたの覚えてる、何の理由か俺も覚えてない。まあ理由はだから、綺麗な子たちはいっぱいなるんだから。金借りるやつは一緒だもんね。結果借りるよ。思っちゃいそう。どうだな、どれも分からんかったよ、お前。黄色いヘルメットかぶってるし、ゲッポケットのおじさんなんだけど、お前。その結局、うん、あの動画になった子はもうその後全然もう進展もないですよ。で、もう連絡取ってないうちに、マッサージ食って、おすすめとか出るじゃないですか。うん。なんかクソかわいいと思って。そう、マジで、はい、インスタのなんか、知り合いかもみたいな。あ、そうそうそう。あなた知ってるよみたいな。そっから行って、しかもそのプロフィールに、うん。だったって。うん。じゃあまあ、行けない距離じゃないかな。お疲れ様です。お疲れっす。お話しとる。はい、お話しとる。お願いできた話。うっすら聞いたっすけど、直接言っても。言ってきた。そうなんて、まず昨日の出来事なんてみんなの顔落ちてないですね。やっぱり僕のだけはもう嫌いだからこいつな。でも一番に相談するって言ってたじゃないですか。何や、翔さんに一番に相談するって言ってたじゃないですか。うっそ、マジで何も聞いてねえもん。お前何悪いやつやろ。インスタで行ってもう絡むんですか。うん、本調子。どうやって一度お見合い方教えて。俺も絡み方教えて。で、そこからまあ LINE と交換して、うん、電話とか電話とかするようになって、うん、でもその時点で好きとか言われてたんですよ。なんでなんで？で向こうハーフの子で、うん、ブラジル、うん、日本で、お前のこと知っとったんだじゃん。いや知らんかった。だけどお前なんか見たことないでしょ。YouTube は知っとった。いや YouTube やってる。だってお前のことだってわから存在がわからんじゃん。写真とかしてるから。あ、多分インスタ載ってます。見たいよな。顔にしたら気になるよな、こいつの。その顔を見て好きになったんだろう。いやいや、それだって電話とか何回かしてて、ね、その子見ててよ、見たいみたいな。インスタはあるよ、いっぱいあるよ、見ていい。まあ動画には使わんから。え、おいじゃ普通に可愛いじゃん。ちょっと出てたら。俺と同じこと言ってるっすか。あ、俺と同じこと言ってるっすか。ブラジルの血が濃い方だな。でも多分相当加工したらしいですよ。え、でも昨日会ってめちゃくちゃ可愛かった。パイパイめちゃくちゃ可愛かった。お前も好きだからタイプ出ちゃうから。そうそうそう、好きだから可愛く見えるんだろ。まあまあそれ加工したらしいですよ。おっぱいはまあまあでかいだろ。まあまあでかい。エキシャンスープけど、お前どうしたの。わしだよ、マジでしてないですよ。今下顔だよな。してない。あ、可愛いじゃん、これ。これ可愛いわ。何回か電話でやり取りして、
でバーンって1回目で1回で付き合ったの。あ、2回目です。付き合ったの。あ、もう知らんな。あ、知らんのだ。え、昨日一緒だったじゃん。もう付き合ったの。昨日付き合いました。昨日付き合った。夜らしい。は？昨日の 夜だろ。昨日の夜。うわ、幸せだな、でも。昨日の夜付き合って、もう今日動画になってます。ちょ、俺と元も聞いたの、今日聞いたら。いや、なんかネタねえからって言ったら、いいネタあるよとか言って。なんか、視聴者に言っとくことある。応援してくれておくな。ありがとうございます。え、どうしようかな。で、幸せだろうで。今、はい、大丈夫です。幸せだろう。裏切りだから、お前。裏切り？彼女と彼氏おらんもん同士で、お前。二人仲良くやっとったんだね。めっちゃ声小さくなっ めっちゃ声小さくなってた。何歳の女の子？20歳。あ、マジ？何歳の？なんで？あ、ミオと同い年しかも。視聴者の皆さん、まあ、また若いから動画にしますので楽しみにしててください。じゃあチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。せーの、またねー。